好精彩的时刻，我们有了许可，我们应该带起吗？大家好，我是陈静，今天也请多多关照。まず皆さん、ついてきてください。家长、家长。はい、真似してやりましょう。はい、状態やりました。茶掌、架掌、掌法の動きでした。茶掌和架掌的掌法練習し、我们做了一下这个练习。この練習してたら、やっぱり肩甲骨、そしてこの肩こりの解消とかもすごいなりますので、もちろんカンフのね、掌法と自分の腕のこの架掌ね、練習すること、強化することも効果的かなと思いますので、じゃあまず一回、ゆっくりまず皆さん一緒にやっていきましょう。はい、まず立ち姿勢リングしてください。抱拳。右の手左にチャージャン、足はそのまま腰ひねって、次頭の上に手回転しながら頭の上に置きます。反対、ね、上の手は自分の腰の横にチュン、はい、頭の上繰り返してチャージャン、チャージャン、チャージャンになります。はい、それでは最後は皆さん10回五輪に合わせてやってみましょう。抱拳、一、叉掌、架掌，二、叉掌，架掌，三、叉掌，架掌，四、叉掌、架掌，五、六、七、八、九、十。はい、今日は叉掌、架掌練習しました。肩甲骨、二の腕、手首全部すごい練習することによって変わりますので、ね、肩甲骨の柔軟性、そして肩の柔軟性と姿勢も良くなります。言ったらたくさんいいことありますので、ぜひ真似してやってください。はい、じゃあ今日の練習はここまで終わります。皆さんお疲れ様でした。バイバイ、また次。再见。